はい、どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、私が持っているダウンを紹介しようと思います。それではよろしくお願いします。今回の動画では私が持っているダウンを軽くサクッと紹介していこうと思います。各ダウンの詳しい紹介動画はまた後日出そうと思っています。あと主にアウターとして使うダウンを紹介していこうと思いますので、インナーダウンは省いています。私の体型はですね、身長171センチ、体重65キロ、ややがっちり体型になっています。それでは私の持っているダウンを紹介していこうと思います。1つ目はですね、こちらのパタゴニアの新作のベスト、リバーシブルビビーダウンベストです。雑誌の表紙を飾るほどのダウンベストで、店舗にですね、入荷連絡があって、まあ、気になってはいたので一応見に行ってみたら、まあ、かっこよすぎて衝動買いしてしまいました。雑誌の表紙を飾ったのはクラシックタンっていうベージュのカラーで、まあ、もちろんそのカラーが一番人気だと思います。ベージュのクラシックタンもあって着てみたのですが、私にはどうも似合わなかったので、まあ、私もですね、アラサーということで落ち着いたこちらのケルプフォレストっていうカラーを選びました。まあ、こちらのダウンはリバーシブルになっていて、表面は定番のダウンベスト、ひっくり返すとレトレックスベストに変わり、一つで二つを楽しむことができます。まあ、ベストなので袖は寒いですけど、真冬の昼間とかだったら余裕で着てます。はい、続きまして2つ目、2つ目はですね、2つ目はこちらのラコステのダウンベストになります。名前がですね、コットンピケダウンベストになります。まあ、表面の生地がコットン素材になっていて、中にダウンが封入されています。表面のコットンは撥水性と透湿性が優れていて、アームホールはゴムで締まっていて、風の侵入を防ぐこともできるカジュアルながら機能的なダウンベストになります。ボタンもですね、味のある色合いで、ラコステというブランドと上品なコットン生地も相まって、とても使いやすいので、とても気に入っています。はい、続きまして3つ目。3つ目はですね、3つ目はこちらのカナダグースのウィンダムパーカーです。まあ、色はネイビーなんですけど、まあ、ほぼ黒に近いです。カナダグースといえばロングコートのジャスパーが一番人気だと思いますが、私は絶望的にロング丈が似合わないので、ミドル丈のウィンダムパーカーを選びました。確か2018年に人気の波に乗ってフリークスストアで購入しました。こちらファーも付いていて、ファーと帽子は取り外し可能で、いつもはファーを外して着用しています。生地にはテフロン加工が施されたしっかりした生地で、強い耐久性と撥水性に優れています。まあ、これだったら真冬でもインナーは薄いロンティーで余裕ですね。まあ、最近毎年そうなんですけど、まあ、冬に街に繰り出せば、まあ、このワッペンのついた服を見かけない時はないですよね。このワッペンが黒色のブラックレーベルっていうのもあって、ブラックレーベルも非常にかっこいいですよね。ちなみにですね、私がこれを購入した時は税込みで 99,600円だったんですけど、今の価格を調べてみたら税込みで 121,000円になっていました。購入した時も値段が上がってるとは聞いていましたが、私が買った時と比べると結構上がっていますね。ちなみにですね、私が買った時は消費税は 8% でした。はい、続きまして4つ目は、4つ目はこちらのピレネックスのスプートニックジャケットドリルになります。色はですね、ネイビーになっています。こちらエディフィスで購入しました。先ほど紹介したカナダグースのウィンダムパーカーを買った1ヶ月後ぐらいにこいつを見かけて一目惚れして衝動買いしてしまいました。2019年にはですね、エディビスから別注のスプートニックジャケットが出ていましたね。私のはワッペン白色なんですけど、ワッペンが別注のは黒色になっていて、買い替えようかなと思うぐらいかっこよかったですね。こちらのドリルというモデルよりマットというナイロン素材の方が有名かと思いますが、
こちらのドリルっていうモデルは繊維の太いコットンのような生地のモデルになっています。防風性、撥水性に優れていて、真冬でもインナーは薄いロンティーで余裕です。ちょうどこの前、神戸のセレクトショップでスプートニックジャケットのマットが期間限定のセールで4枚になっていて、買おうかめっちゃ迷いましたね。はい、続きまして5つ目。5つ目はこちらのノースフェイスのバルトロライトジャケットです。色はニュートープで M サイズになっています。皆さんご存知かと思いますが、販売告知があれば行列ができて、まあ、即完売するほどの人気のダウンになります。こちらのバルトの生地にはゴアテックスインフィニアムというのを採用しています。見ただけでわかるように中にはダウンがパンパンに詰まっています。真冬でもインナーは薄いロンティーで大丈夫です。 2,3 年くらい前から一気に人気が出た印象ですが、今年の街はですね、モンクレールかカナダグースかバルトロかどれが多いか気になりますね。昨年はですね、カナダグースの方が多かった気がしますが、この前ですね、神戸に行った時に、まあ、1日でユーティリティブラウンのバルトロを着ている人を3人ぐらい見かけたので、まあ、今年はバルトロの方が多いかもしれませんね。行動の早い人は12月ぐらいから次の年のバルトロの予約をしているみたいです。はい、続きまして6つ目。6つ目はこちらのノースフェイスのキャンプシエラショートになります。サイズは M サイズで、色はですね、ノベルティの迷彩になっています。確か5、6年くらい前に南のスポタカで購入しました。当時はですね、私何万円とかするダウンを持っていなくて、店で2時間くらい友達と悩んで買ったのを覚えていますね。その時の店員さんの売り文句として、まあ、南極にも着ていけるダウンみたいです。こちらのダウンは真冬でもインナーは薄いロンティーで余裕です。サイズは M サイズなんですけど、今着てみるとなんで L サイズを買わなかったんだろうと思うぐらいちょっとちっちゃいですね。値段は確か5万円ぐらいだったと思います。はい、続きましてラストの7つ目。7つ目はこちらのモンベルのパーマフロストライトダウンパーカーになります。カラーはブラックでサイズは M サイズになります。2017年に名古屋に出張に行った時にモンベルのお裾分けで購入したと思います。まあ、ダウンを6つほど紹介してきましたが、まあ、こちらのダウンがですね、私はコスパが一番高いと思っています。まあ、通勤やサッカーとかでのベンチコート代わりの移動着としてや、まあ、軽い外出をする時などに使用しています。まあ、今まで紹介したダウンよりも一番雑に使っていると思いますが、一番着ていると思います。雑に扱ってるんですけど、傷んだりとかもないので結構耐久性もあると思います。まあ、真冬はですね、薄いロンティー1枚じゃちょっと心もとないですけど、まあ、薄いフリースや、まあ、厚手のスウェットを着れば真冬でも普通に越すことができます。まあ、私のモデルはですね、生地にはゴアウィンドストッパーというものを使っているんですけど、現行モデルはですね、ゴアテックスインフィニアムを採用していて、まあ、防風性も抜群で非常に軽いです。値段はですね、22,800円プラス税になっています。はい、いかがだったでしょうか。はい、ということで今回は持っているダウンの紹介でした。まあ、1着持っていればいいダウンを何着も持っている理由として、私かなりの貧乏症ですので、まあ、高いダウンを着るのをためらうことが多かったんですよね。大事な時やカッコつけたい時に着ようと思うんですけど、まあ、その大事な時とかってなかなかなくて、結局着なくなっちゃうんですよね。まあ、基準とかはですね、自分で決めて何でもいいと思うんですけど、まあ、値段や自分の中でのランクとかが同等のダウンを何着か持っているとどれが特別とかもなくなるので、ダウンを1着しか持っていない時と比べるとどのダウンもかなり着やすくなりました。まあ、コレクションとかは除いて着ないことが一番なんか服に悪いかなと思いますので、私と同じ境遇の方はですね、2着目を買うのを検討してみてはいかがでしょうか。はい、以上になります。冒頭にも言いましたが、まあ、詳しい紹介動画はですね、また別で出していきたいと思っていますので、よければ楽しみにしていてください。今回の動画を楽しんでいただけたならチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。